はい、1月4日です。ちょっと所用があって、はい、そうでございます。柏原神宮でございます。ずいぶん人減りましたけどね。はい、帰る方はどうやら、ほとんどしていないか、はい。こんな状況でございます。していないね。これが酒樽でございます、はい、ちょっとあれを今を撮ってみましょうかね。こっち、あ、入り口見てみようか。入り口こんなんですよ。もう4時回っとるんでね、もうそれでもまだ来てるね。帰ってるのか、帰ってるのか、ね、はい、でずーっと引っ張って今はちょっと見てみましょう。今はトラでございます。トラ開運の今、トラでございます。トラね、はい、まだ写真撮ってありますけど、みんなね、はい、じゃあ深田池の方に行ってみましょうか。さっき雨パラパラしてたんでね、ちょっとこの時ぐらいから人がだいぶ減りましたね。気温7度、風がね5、6メートル吹いてるんで、随分寒く感じるんだけど。みんな誰も寄ってないからね、受付も暇そうやね、はい、暇そうだよ。大田、大田買ってしょうねんだ。大田お守りおみくじ今、はい、今日もだいぶ歩きましたね。これ最後ですわ。最後で5時にさ、昼をつかないと。どうなんかね。こんなことしちゃったかな。全然気がついてなかったんだけど、これ。あ、今はこう変更されたんだよ。正月の。元旦の日とはね、正月はね、これ完全に一方通行だったんでね、大変でしたけどね。ほら今日4日やからね、ちょっと変更されたんです。